はい、こんにちは、星野光です。メンバーの皆さん、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、またなんかもう限定ボックスが、アホみたいになんか乱立してるんですけど、もうとりあえずこれ周年のイベントっていうのは終わったと解釈してよろしいんでしょうかね。なんかこのまんまどうなんすか、夏休みっていうか、まあ学生は手出せるゲームじゃないからあれだけど、なんかお盆までこのまま引っ張りそうな気がしますね。去年は確か周年のイベントむちゃくちゃ引っ張ったんですよね。なんか9月ぐらいまでやってて周年のイベントでなんか前後だけで4ヶ月ぐらいやってたんじゃないかな。まあそんな感じで、いやでもね、もうちょっと大変やること多すぎて、あとちょっとね、いろいろとあのタイトルにも出したんですけど、ちょっと面白いのがですね、はい、ちょっと待ってね、いろいろとなんか出さんとあかんな。どうしよう、クロームの方で出しますか。ちょっと待ってくださいね。クロームの方で出しますか。難しいなこれ。どう出そう、どう立ち上げよう。まあいいや、あの皆さん DMM のアカウントね、どうですか、いろいろとね、試しては見てるんですけど、まずヤフーの ID と DMM の、ID っていうかゲーム、どっちからこのゲーム入るか、お得、ん？お得？お得？うん、まあ断然的にお得ですね。まずここから行きましょう。 CP の部分から、はい、いやヤフーってやっぱり手数料 10% 取ってるんですよね。だから消費税として、まあもちろん考えてたんですけど、よし、ちょっとね DMM の方ね、 DMM の方出しますね。これ DMM の方です。これし、これね、ずっとね子さんの方でアカウントずっとね、もう昔のまんま一本でね、なんかアホみたいに強さ求めてる方は分かってないと思うんですけど、 DMM だと 10% かかんないんですよ。これでかいよ。だから今さ、この24時間イベントでこれ1万2000円でやってるじゃないですか。1200円ちゃいますからね。いやでかいよ。それを1年で累計でやるだけでもさ、美課金組でも多分数万違うと思うし、廃課金組なんてもう何十万単位違うんじゃない。だって1000万とか年間課金してる人もいるじゃないですか。まあね、古い方だったら知ってると思いますけど、誰かそういう方たちってこの 10% だけでも100万ちゃいますからね。だから断然に私はおすすめするのは、今の11周年でまず今回ね、アカウント作り直し組とか福赤組、何がいいかっていうと、DMM もクライアント版あるんですけど、ヤフーのクライアント版と DMM のクライアント版はあのダウンロード版の枠画面2枚出せます、うん、同じ
ね、同じプラットフォームだと一つしか出せないんですけど、1枚ずつ出せる、まずこれが、ね、メリット、まあ、だいぶ軽くなりますよね。特にハロ食わせたりとか、まあ、いろいろと開封作業をする部分とか、あと重い部分は、何だったっけ、極地線かな、極地線とかもむっちゃ重いじゃないですか、メモリー食うじゃないですか、あれもだいぶね軽減できます。でもね、私はやっぱ一番でかいのはね、やっぱこれだと思うよ。やっぱりさあ、こういうの、まあプラットフォームが違うから手数料の部分だからしょうがないけど、税込みでこれとさ、ね、こっちヤフーの方ね見ちゃうとさ、これも税込みじゃないですか。で見ちゃうと、もうちょっとね、ごめんなさい、ヤフーの方は俺もう課金できんわ、マジで。これはねでかい。かといってじゃあ新規のアカウントとかでもガンガン課金できるかって言ったら、あんまできないですけどね。いやもうバカらしいじゃない。結局何がね、そこでネックになるかって言ったら、やっぱ制圧ポイントがネックになりますから、まあだから制圧の方で使えないんだったら、あんま課金する意味ももちろんないんですよね。そういった部分ではね、本当に作り直し組の方は、今非常にね、新規の方とか星6むっちゃ配ってますし、あとイベントのなんか10連あるじゃないですか、タダでできる。イベントの10連はこれか、アニバーサリー、これが結局合言葉も含めたらね、やっぱ70枚ぐらいあるもんすから、星6結構ね揃っちゃいますね。だから新規で遊びたい組とか、まあねえ、ちょっとやっぱ課金高いなっていうのは、 DMM の方で作り直すのはありだと思いますね。これはね 10% いや、てか統一しろよって感じっすけどね、プラットフォームだってもうそこで差別ができてるわけじゃん。いくらヤフーの手数料だって言っても、その分利益ぬねえ除外すればいいじゃん。だここでさ、だ俺ゲームであんま聞いたことないよ、割引セールとかさ、ポイントとかはもちろんプラットフォームで違ったりとかするけどさ、そもそも CP の値段が 10% も違うってまずあんまないよ、こんな現象。そうなってくると、もうヤフーっていうのは、まあ私はもう完全に撤退した方がいいんじゃないかなと思いますね。であと DMM の方はカード払いだと別で DMM の、まあ、自分のアカウントの方に、1% 還元されて、まあ、さらにそこでさ、皆さんのクレジットカードの特典とか入れたりとか、あと、DMM で、JCB の、カードがあるんですけど、それで課金すると 4% バックだったりとかしますから、そうなってくると普通にヤフーでね、やっぱ支払いするよりも全然お得ですよね。その還元と、ね、税込み 10% ね違う部分で言ったら、ね、で今やっぱり A チームとかもう S は知らんよとにかく A チームに関してどこも今やっぱりもうボロボロになって、人数やばいとこ多いじゃないですか。皆さんアカウントを作り直したり深く作ればいいじゃないですかね。まあ、確かに重いっすけど、やりようによっては、ね、Windows 11で、ね、デスクトップの画面を2画面とかで出してやれば、まあ、本当重いからちょいちょい消したりとかしなきゃいけないけど、ね、福岡で遊ぶことも可能だと思いますから、もうこの運営自体はもうね、まあ、ここの運営自体っていうか、もうこのサーバー自体がもう福岡ないとやっていけないっていうのはもうね、全てにおいて皆さんが証明してるわけですから、だからまああとはもうその辺の部分でね、DMM で
うん、作り直してもう一回ね、もう新規組あんまもうこれ無理だと思います。やっぱり、うん、乗ってこないと思う。もうだから既存組がなんか盛り上げるっていうのよりもそのね、A のなんか枠を無課金美課金でワイワイできるようなチームを作っていけばいいんじゃないかなと思いました。そうすればこのサーバーも長生きできるわけだし、で課金競争をしたい人たちは S でやればいいわけだし、うん、ね、まあそういうなんか遊び方のその区別がサーバーによってね、まあ本当はサーバー分けた方がいいんですよ。 S のチームになると別サーバーでね、あの提供される、 A のチームは A のチームのサーバーで提供される、一緒になっちゃってるのは俺あかんと思うんですよね。 S のサーバーと A のサーバーが、うん、だからそこはランク分けでサーバー変えていただけるとこのゲーム良くなるんじゃないかなとは思いますね。はい、まあとりあえずね今日いろいろとお伝えしたいことはまず DMM とYahoo だけで、ね、美課金組でも年間数万大きいよ、うん、違うっていうことをお伝えしたかったので動画にしてみました。では、あと一応満員御礼ありがとうございます。まあ私の家族赤が増えたっていうのはあるんですけど、はい、もう多分うちはもう安泰です。もうこの形でのんびりとやっていこうと思いますので、サーバー終わるまでね、もう多分あまりもう今後募集することもそんなにないと思いますので、もし空いてたらポチッとしてください。では